おはようございます。今日は2月の最後の土曜日、今日はまさに美食のメンバーさん向けかなという内容をお届けしていきたいと思います。内容がですね、不調って悪いものではないんですよっていうことなんです。いろいろ特に美食のメンバーさんだったら食事の勉強を一からしていただくわけで、皆さんいろいろと頑張ってくださるわけですよね。野菜を全然足りてなかった方が野菜を一生懸命食べるようになったりだとか、タンパク質全然取れてなかった方たちがタンパク質を取る工夫をしたりとか、炭水化物を抜いてしまっていた方たちがそっか食べた方がいいんだっていうことで炭水化物を取るようになったりっていうことで、いろ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 皆さんこう頑張ってくれている中で、91% 以上の方が、まあ、これまでの統計だと必ず体質改善をされていくわけなんですね。で、その後にずっと体質改善がされた調子のいい状態が一生涯続くかって言ったら、そんなことはないんですよっていうことなんですね。例えば私も旅行に行って食生活が崩れたりしたら便秘になります。そして、まあ、今ね食生活がだいぶ整ったので風邪をひかなくなりましたけれども、まあ、私も環境が変わったりとか、したら食べるものが変わったり、こう心のストレスが増えてきたりとかしたら風邪をひくことって今後もあるとは思ってるんですね。で、ニキビが、まあ、チョコレート食べ過ぎたりしたらできるっていうことももちろんあります。なので、こう不調が起きた時に皆さんものすごく罪悪感を感じる方が多いなっていうのをふと昨日ね気づいたんですよね。昨日クラブハウスで、私が起業した時からお世話になっている大塚真久さんと一緒にルームを立ち上げさせていただいたわけなんですが、まあ、真久さんもおっしゃってたのが、不調って悪いものじゃないよねって、毎日毎日体調って変わるから漢方でいう気・血・水っていうところで何が不足しているのかなっていうのも毎日変わる。だから自分の体を観察することができて、その観察した結果に対して今日はこういったことを意識していこうっていうふうにできるようになることが重要なんですよっておっしゃってました。で、これまさに美食のも同じなんですよね。今日便秘になっちゃったっていう時は落ち込むんじゃなくって、そしてね自分にこう反省するのではなくって、あ、昨日水分足りなかったかなとか、最近野菜取れてなかったかなとか、あ、最近もしかしてオイルが不足していたかもなっていうところを体が教えてくれている単なるサインというふうに見なしていただきたいんですね。何かこう自分の中に行動っていうところに不足があったのかっていうふうに思い込んでしまうと、こう罪悪感とか自分に対するこう残念な気持ちとかで行動がストップしてしまったりすることがある方もいたんじゃないかなって思うんです。でもそうではなくって、ただただ単に、教えてくれているサインなんだよっていうところで、ぜひ前向きにとって、じゃあ対処はどうしたらいいのかっていうところはもう皆さん大丈夫だと思いますので、不調になっても、それはただ何かが改善するポイントがあるんだよっていう体からのサインというふうに受け止めてください。食事が何か改善ポイントがあれば、それなりの体に対する反応が出てくるのは当然だし、ライフスタイルが変わったらやっぱり何かしらのサインって出てくるはずなんですよね。あとは人間関係とかストレスなんかもものすごく体に影響を与えてくるっていうことも皆さんであれば十分理解されていると思います。なので、こんなに勉強したのにということで落ち込むことなく、あ、これは何かのサインだな、何か改善するポイントがあるんだなっていうところにぜひ落ち着いて、じゃあ今日私何したらいいかなっていうところを探して対処していく、これを一生涯繰り返すことになると思いますので、ぜひ落ち込まない、自分を責めないということで、日々日々淡々と自分に必要なことを見つけて、行動していきましょうという話でした。結構これすごく大事なことなんじゃないかなと思います。例えばこれまで開催した OG 会とかでも、こう
ちょっと最近太っちゃってとか、今日ちょっと風邪気味なんですとか言うので、すごく申し訳なさそうになさってる方もたまにいらっしゃったりして、でもそれって、ね、何か改善していけばいいだけの話ですので、ずっとこれから一生涯毎日ピンピン元気な日々が続いたら、それはもう嬉しいことですけれども、日々私たちいろんなことにこう遭遇して生活をしている身ですので、何かしらが影響して体調を崩す、不調になるっていうことはもう当然のことっていうふうに思って、気楽に日々のね健康日を作っていきましょうという話でした。何か参考になれば嬉しいです。はい、それでは今日は以上です。さようなら。